皆さんこんにちは、のらんです。今日はワンダーフロックさんに来てもらってます。はい、ワンダさんといえばですね、ちょっと前の動画ですけれども、はい、こちらハネズフィンリーちゃん、私の中で勝手に女の子ということにしていますけれども、この子をねお迎えしたという動画を撮ったんですが、まだね裸なんですよね。まあ個人的にはね、ワンダさんは裸でも全然おしゃんで可愛いので、このままでも全然いいなと思うんですけれども、まあちょっとさすがにね、お洋服も作ってあげたいなと思うんですね。で、前の動画でも言ったかもしれないですが、私ね、ワンダさんのお洋服作ったこと一回もないんですよ。で、こちらもなんですが、作家さんがね作られたお洋服とか、これね、上のフードはアゾンさんで買ったんですけれども、こういう風にね、今まではもう買ったものでワンダさんにはね着てもらってたんですけど、ちょっとやっぱね、いよいよ作りたいなと思いまして、今日はねそれにチャレンジしようと思います。で、最初はもう一からね採寸して作ろうと思ったんですよ。だけど、まあちょっといきなりそれはやっぱさすがにハードルが高いし、失敗したらねまたしばらく置いちゃいそうなので、今日はちゃんと本を見て作りたいと思います。とはいえね、ワンダさんの型紙が載ってる本って私全然見かけないんですよね。なので、今日は私が持ってる唯一のワンダさんの型紙本、こちらを使いたいと思います。はい、こちらですね。ドールファッションスタイリングという、成分堂新興社さんかな、こちらから出ている、結構ね、前の本だと思います。奥付け見ると2011年発行の本なので、もう10年以上前の本になるんですけれども、これねだいぶ前に購入してたんですが、まだね一回も使ってなかったんですけど、こちらにワンダさんのお洋服が載ってます。こちらのね、吉枝製作所さん、こちらが製作されているワンダさんのワンピースとパンツ、まあワンピースって言ってもショート丈のねワンピースなので、だいたい腰下ぐらいのワンピースなんですけど、ノースリーブのね、あの定番のワンピースにパンタロンっぽい感じのね、裾がちょっと広がってラッパ型になっているパンツのコーディネートがね掲載されてるんですよ。で、私の中でね、ワンダさんってなんとなくやっぱねパンツスタイルが似合うなっていうのがあるので、ずっとねやっぱパンツスタイル作りたいなとは思ってたんですけど、もともとねパンツスタイルを作るのが得意じゃないので、それもあってずっとねちょっと保留しちゃってたんですけど、せっかくね型紙本、唯一持ってる型紙がパンツスタイルなので、まずはねちょっと忠実にその型紙通りに作ってからね、アレンジをまたね勉強していきたいなというふうに思うので、今回はね本を使いたいと思います。ということで、ドールファッションスタイリング、こちらの本からワンダさんのワンピースとパンツを作っていきたいと思います。はい、完成しました。ハネズフィンリーちゃんにね、今回作ったワンピースとパンツセットでね着てもらっています。今回ねちょっとあえて、私は普段あんまりこういうのチョイスしないんですけど、上は大きめの柄の花柄で、下はねショッキングピンクってほどではないですけれども、割とサイド高めのね赤系統のコーデュロイを布にねチョイスしてみました。いいですよね、こういうちょっと昭和レトロな感じ、70年代とかのね感じのデザインとかね柄、ワンダさんだとすごいおしゃれに着こなしてくれますよね。またこのさ、なんて言うんですか、今このパンタロン、この裾がね広いタイプのパンツ、こんなん普段モデル体型の人じゃないとね全然着こなせないんですけど、このワンダさんの細い足だとすごいかっこよく着こなしてくれますよね。ただちょっと難点もあって、もともとはねこの長靴、ロングブーツというかね、これをね履かせようと思って、実はお迎えした時にこちら買ってたんですけれども、こういうねブーツタイプのだと、今回のようにすごく細いシルエットのパンツはね、ここにボコッと隆起が出てしまうのでちょっと合わなかったです。なのでこのお靴ね、作家さんのお靴なんですけど、ミディプライス用に作られているお靴、これがねちょうどワンダさんにぴったりだったので、このお靴をね履いてもらいました。そしたらね、この靴もちょうど似合うんですよ、赤系統でね。このちょっとチラッと見える感じがまた
いいですよね。靴履いてないとちょっとこのズボン丈ね長すぎなんですけど、このちょっとずるぐらいのねシワッとした感じがちょうどいいバランスになってるかなと思います。さて今回のねワンダさんのお洋服初めてだったんですけれども、結局ねワンダさんっておそらくですけどミディプライスとかと同じ20センチドールにサイズ感としては近いんですよ。それもあってね結構私がなんとか作れるギリギリのサイズだなっていう風に思いました。11センチドールは私正直作れているとは到底思えてないんですよ、自分自身の中でね。あのワンピースとかならいいんですけれども、ブラウスとかはちょっと未だにね上手に作れないので、でなんとか一応ねいろんなアイテムを作れることができる限界のサイズが個人的に20センチドールなので、結構ねこれもシンプルなデザインだったんですけどギリッギリでした。何がギリギリだったかというと、ワンダさんってすごい手足が細いので、こういう肩周りだったりとか、まあ、まさにこのズボンのとこだったり細いラインのところがねちょいちょいあるんですよ。でこのね肩周りのこの縫い口がこんなにちっちゃい穴なのにまだこんなに余裕があるってぐらいワンダさんは腕が細いんですよね。で今回のお洋服は総裏で開けた時にね一切縫い目が表に出てこないタイプのね縫い方で、なのでね脱がせた時の布はすごい綺麗に仕上がるんですけど、そのせいでねこの肩口縫うのが結構しんどかったです。ギリギリだった。でこのね表と裏のね布も綺麗に合わさらないとどうしてもちょっとしたシワになったりとかヨレになっちゃって、これもねちょっと失敗したんですよね。こことヨレができちゃってるんですけども、なのでね割と神経を使う感じではあったんですけど、そのおかげでねすごい裏も綺麗に仕上がりました。でフルオープンなのでね脱がせやすいですし、バックスタイルもすごく美しいです。で後ろのねこのズボンの部分はスナップ止めにこんな感じですねなってます。いやしかしね上はともかく下のこのズボンのラインですよね、お股のところさこんなに隙間が空いてるので相当ね特殊な足の形ですよね。でもねやっぱそれゆえに仕上がった時はすごくやっぱワンダさん専用で作るとね綺麗なシルエットになりますし、すごくね初めて作りましたけれども、あワンダさんってこういうボディラインなんだなっていうのをね改めてお勉強になりましたね。はい、そんなわけでですね今回初めてワンダさんのお洋服作ってみたんですけど、まあなんとなくですけどもねワンダさんの、ボディのバランスみたいなとこだったり、あこういうとこちょっと大変なんだなみたいなこととか、あこのぐらいの大きさで作れば着れるんだなっていうのはざっくりとは理解できたので、ちょっとねこれをベースとしてで今度はね自分が作りたいと思うデザインのお洋服っていうのをねちょっと考えてみようかなというふうに思います。なのでその際は、メディブライスの型紙だったりとか今回のワンダさんの型紙をねちょっと参考にしながら自分なりにアレンジをしてみようかなというふうに思います。その時はねこのね可愛いせっかく買いましたのでねブーツが履けるようなお洋服もねちょっと作ってみたいなというふうに思います。ハーフパンツのねスリッパンツとか可愛いかもしれないですね。これだったらちょうどちょっとこう子供らしい感じで可愛いデザインにできるかもしれないのでね、またちょっといろいろ考えてみたいと思います。ということで今回はドールファッションスタイリングに掲載されているワンダーフロッグのワンピースとパンツを作りました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。